あ大変お待たせいたしました。れいわ新選組代表の山本太郎です。えー、本日はお越しいただいてありがとうございます。なんかもう一つ、なんか衆議院の方でも大きな集まりがあって、そちらの方におそらくね、あの行かれてる方もいらっしゃると思うんですけど、もうそのまま始めたいと思います。すいません。えー、令和れいわ新選組の次期衆院選の公認予定者。 えー、しばらくコロナでですね、えー、発表が止まっておりましたけれどもなんか10月の後半にありそうだっていうことなので、えー、もうそろそろ始めないと間に合わないということなのでまず、えー、この近場、東京周辺の、えー、立候補者、えー、紹介をしていきたいと思います。えー、令和新選選組のの次期衆院選で公認予定者として、えー、まずこの方どうぞ どうぞこちらへありがとうございますありがとうございます、えー、令和新選組の直衆院選の公認予定者で中村美香子さんです中村美香子さん、えー、元東京都の職員の方ですで東京五区東京五区を予定しております それでは中村さんの方から一言お願いいたします令和新選組から東京5区において次期衆議院議員選の公認候補として活動いたします中村美香子と申しますどうぞよろしくお願いいたします私は東京都に24年間勤め行政の現場におりましたその間2人の子供に恵まれ今も育てております 仕事,と仕事と子育て両方ともできたことできていることは大変幸せなことだと思っています。ですが今の若者の方々はこの仕事と子育て両方とも手に入れるこれについて希望と確信を持,って持てているでしょうか少子化は止まらずそのために人口減少が10年間続いています。 20年来のデフレにより格差の拡大と貧困これが深刻化していてこのために若者の雇用が不安定になったこのことが今少子化の一番の大きな原因でありますでも自分のやりたい仕事について生活に困らない収入を得たい子供を産んで 家庭を持ちたいこんな基本的なことに希望が持てないこの社会をこのまま次世代の子どもたちに渡すわけにはいかないなんとかこのデフレを解消して希望の持てる社会にしたいそう思ったことから私は今ここにおります。 子どもと子育てと仕事両方ともやるためにはまずは子どもを育てられる経済基盤が必要ですそのためには国の財政支出によるデフレの解消消費税は廃止最低賃金をアップこういったことで可処分所得を向上させる必要があります非正規雇用については 正規,雇用者正規雇用者の源泉徴収分を法人税から税額控除するそれによって正規雇用を促進するそんなことも考えていますまた若年層への低廉な住宅の提供こういったことも有効です子どもを産んでからのことについては保育それから放課後児童放課後,放課後児童クラブ このサービスの質量ともの安定した供給が必要です。そのためにその現場で働く人々の待遇を改善する、処遇を改善する、このことは大変重要なことです。ただもう一つ、両立するには大事なことがあって子供を育てる子供に子育てにかけるプライベートな時間を十分確保すること。このためには やはり労働者全体の労働時間の短縮をすることが不可欠です。今の長時間労働やワンウェップ育児、これではやはりハッピーな育児はできません。そして、どんな状況でも安心して子育てができる、そうした社会にするためシン,グルシングルの親、障害児の親、 こういった方々の就労と子育てを支援する制度をもっと拡充整備するべきだと思いますこうした事業を担う地方自治体に対して国はもっと財政支出をして下支えをすべきですそれから私は今世田谷区で 世田谷区の学校給食をオーガニックにする活動を市民活動として行っています。今、海外でオーガニックの給食を提供するそういう動きが始まっていまして日本でもそういった自治体出てきています。ですが、まだ国として全面的にそれを押し出してはいません。私は国会議員となって このオーガニックの給食を全国で未就学児から高校生まで公立私学問わずそして無償で提供したいこれをやりたいんですそうすることで食の安全子どもの食の安全有機農業の推進と農業自給率の向上それから 貧困対策そして母親をお弁当作りから解放して本当に女性が輝く日本にできるこういった一石四鳥の政策効果が見込めると思っていますさてこうした政策をこうした政策は緊縮財政ではなく積極的に財政支出をする という方針を採用している政党でしかできません。各いう私も長年日本は借金大国でこういった大胆な改革を行う財源がないのかと思い込んでいましたが近年の経済理論を知って積極財政はできるというふうに確信しならば財源はあるというふうに膝を打ちました。 そのことから、令和新選組から立候補させていただきたいと決意をいたしました。行政経験と市民活動経験、両方を生かして頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。えー、東京5区から直、えー、衆院選の公認、えー、予定者として、中村美香子さん、えー、元東京都の職員で、 えー、都税の滞納整理とか奨、えー、学金授業とか他にも監査ということもやってきたようです、えー、即戦力として、えー、行政を知り尽くしているという点において非常に頼もしいとそのように思っておりますありがとうございました、えー、今日は3人ご紹介しますお1人目が中村さんでしたがお2人目この方ですお願いします えー、令和新選組の次期衆院選の公認予定者の高橋跡さんです高橋跡さん、えー、東京7区を予定しております東京7区です、えー、引きこもりを5年そしてビジュアル系のボーカリストとして活動をしてきましたそれでは高橋さんよろしくお願いします令和新選組 東京奈良区の公認いただきました高橋跡と申します。よろしくお願いします。え私は十、えー、代の時に五年間引きこもりをやっていました。まあやりたくてやっていたわけではないんですけど、まあ、それというのが極度の対人恐怖症というようなもので、人とあの接するときにですね、呼吸ができなくなったりだとか、あの日常の動作というものが全くわからなくなるというそういう極端な。 ものでしたで日常の中でそういった精神的なその弊害を抱える中でずっと生活している,いるとですねだんだん将来に対して希望のようなものが全く持てなくなっていってしまってですね神様とこのようにそういったものがいるのであれば どうか私を元に戻してくださいと、そういうようなことを思うようになりました。今は一つ一つ問題を解決して、こうして日常を送ることができるようにはなったんですが、その時の苦しみと切実さというものは、一言ではとても言い表すことができませんで。そのような経験をしたものですから、同じように苦しみを抱えている人の何か 力になれないかというようなことを自然に思うようになりましたそれはあの時自分が誰か助けてくれと神様助けてくれというふうに言った自分自身を助けることにもなると思っているからです令和新選組代表の山本太郎氏は政治の話の中で愛ということを言いますあまり 政治家の口からそういった言葉、愛という言葉を聞いたことが私はないんですが、まあ、その言葉を聞いたときに、すごくがつんとこう胸に響くものがありました。そしてやっぱり令和を支持してくださっている、令和新選組を支持する方も、やっぱりそういった部分が響いてるんだと思います。何をするにしても、そういう愛というものが真ん中から抜けていたときには、何事もうまくいかないというようなことを私は思います。 令和新選組の掲げる消費税を廃止する、そしてコロナで傷ついた人々を癒すというような経済対策、こういったものを徹底的に推し進めていたときには、今の政治がも,のもたらしたこの惨状というものとは、全く違う結果につながっていくと私は確信しています。 そのお手伝いをさせていただきたく手を挙げさせていただきましたありがとうございました高さんありがとうございますありがとうございます続いて三、えー、人目の方です、えー、令和新選組の次期衆院選考人予定者次の方どうぞありがとうございます ありがとうございます、えー、令和新選組次期衆院選の公認予定者田谷亮さんです田谷亮さん、えー、千葉十一区千葉十一区を予定しております、えー、もともと飲食店の起業家です、えー、そして、えー、コンサルタントもされております大学2年生から飲食店を起業されていて、えー、都内に14店舗を、えー、直営してきたということもあります、えー、高井さんよろしくお願いします え皆さん、えー、こんにちは。えー、そして、あのー、この総裁選のお大変お忙しい中、そしてまたこの猛暑の中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。えー、千葉11区れいわ新選組より、えー、公認をいただきました、田谷亮と申しますすどうぞよろしくお願い申しく申上げます、えー、まずあの、私が、まあ、そもそも政治家を志した、まあ、きっかけといいますか、まあ、理由なんですけども、 まあ自民党さんが嫌いとかそういう発想じゃなかったんですね最初えー、なぜ選択肢がない自民党さんしか選べないのかなという素朴な疑問からあの政治に興味を持ち出していろいろと深掘りしていくうちに何やおかしいなと、うん、この国の保守って一体何なんだろうかというところに行き着きました、まあ、そこでいろいろ勉強していく中で、えー、保守とは何だろうって考えた中で えー、要するに日本を愛する、まあ、日本というのはすなわちです、ね、国民を愛する、えー、その愛することにまあえー、っぐですぐ、ねえー、突き進む、まあ、姿勢努力していく姿勢というのが、まあ、本当の保守ではないのかなそういう人なんじゃないのかなというところで山本太郎さんを見ていて、えー、この人が本当の保守なんじゃないかと。 そういうふういにに考えるようになりました、はいまあ、それで、まあえー、私はまあ32年間、まあ、会社をもう経営しておりますけども政策の中においてはですね一つ、まあ、一番大きなガチ点がございまして、まあ、消費税の増税という問題、えー、ございました。 私、実は2012年から3度の衆議院選挙をですね戦わせていただく中で全く3回ともですね同じ、えー、っと主張をさせていただいております。まあ、それはもうまさに、えー、消費税増税、えー、それをまあ止める、そして減税をしていく、なくしていく、えーまあ、そういう活動をですね、まあ、この9年近く、8年ぐらいですか、えー、させていただいております。はい、その中で、まあ、令和新選組さん えー、まさに、えー、私が最後、敗、まあ、水の陣で,です、ねえー、戦う,う、そういう場所だなと思いまして、えー、山本太郎代表に、えー、お願いをして、後任をいただいた次第でございます、えー、とりあえず私からはとりあえず以上でございます。はい、ありがとうございます、えー、というわけで、れいわ新選組、えー、次期衆院選の後任予定者の3名ですね、本当にバラエティに富んだといいますか、誰一人かぶらないっていう。<laughs> 初々 <laughs> しい方から離れした方まで,で <laughs> いろんなタイプの方々がいらっしゃいますけれども東京5区を予定している中村美香子さんそして東京7区を予定している高橋アトさんそして千葉11区を予定されている田谷亮さんこの3名で本日の記者会見ということなんですけれども記者の方から何かあったらお聞きしていった方がいいですかねどうでしょうなければ終わります。 ありがとうございます。フリーランス、フリーランスの小川と申します。よろしくお願いします。山本代表に聞きたいんですけども。えー、まあ、以前、まあ、ちょっと方針が変わったのかもしれないですが、以前は。えー、できるだけ。 ほぼ全選挙区に候補者を立てたいぐらいな感じで。あえー、以前は、えー、全,候全選挙区に候補者を立てたいというぐらいの意気込みを語ってたと思うんですが、えーまあ、資金面とかの問題もあると思うんですけどもその方針はまだ変わってないということで今回はとりあえず3名ということでよろしいんでしょうか。それとももうこの このぐらいが、まあちょっと現実的な路線にシフトしてきたのかなということなのか、そのあたりも含めて教えていただければと思います。ありがとうございます。えっと、衆議院選に向けて100人の候補者を擁立したいという最大の目標っていうのはもう昨年の参議院の後に、えー、ずっと言い続けてきたことです。 で、えー、これは100人立てられるかどうかという部分に関しては、えー、おそらく、えー、人という部分に関しては問題ないであろうとそれはずっと言ってきましたでネックとなるのは何かといったらどれぐらいの資金が集まるのかという部分にも関係してくるだろうとでこの資金面というのはあの選挙の風が吹き始め えー、それから、えー、動きが出てくるということを考えるならば、えっと、今の状況でどれぐらい建てられるのかということの目処はあまりはっきりとは立てられない部分があります、えー、なので方針変更したわけでも何でもなく最初から言っていることは何も変わっていないということですで、えっとまあ、10月の終わりにもしも選挙があるとするならば、えー、これどれぐらい建てられるんだということなんですけれども以前時、時事通信でしたかね、えっと インタビューに答えたときに10月だったら一番直近だったらおそらく最大立てられて50人ぐらいになるんじゃないかというようなお話はしました、えーまあ、時間的な問題もありますし私たちコロナで111 11名の候補者を、えー、ご紹介させていただいた後は止まってたんですねででそれを再開したっていうのが今日からですかららす なので、す、えー、り合わせも含めて、であと、えー、お金の集まり具合も含めてとていうことを考えると、まあ、最大で50ぐらい、最大いけてですね、ぐらいになるんじゃないか、10月の終わりまでという、えー、なんでしょうね、時間的な制約、制限というものを考えるならば、それぐらいなのかなっていうのは、えー、とおそらく1か月前ぐらいに受けた、その取材の時と変わってません。大丈夫ですかね。マイクで あ、追加だったら次で。はい。他ございますか。よろしくお願いします。えー、っとこれあ、はい。はい。よろしくお願いします。日刊現代今泉です。えー、っと代表もまあ衆院選挙の時期。 10月終わりっていうようなことでですね、まあ、冒頭でもおっしゃっていたかと思うんですが、その点を踏まえて、えっと、野党の共闘についてのお考えを改めて伺いたいんですが、まあ、今日あの3人の方、あの立候補を表明されましたが、中村さんが東京5区、これ、手塚仁夫さんが、えー、立憲民主党で立ってますよね、で高橋亜さん、東京7区は、まあ、長妻明さんが、まあ、現職で勝ってる選挙区です。でまあ 都知事選の,時の、ねえー、とえのといろいろな、まあ、問題もあったのを、ひょっとして引きずっているのかなというふうにもちょっと思ったんですが、でまあ、この10月終わりにかけてとていうことも踏まえて、改めてその野党共闘のお話と、今の、あえてそこの候、えー、と選挙区に候補を立てたという意義も教えてください。ありがとうございます。 えっと、都知事選の何かを引きずっているのかということですけどこちらは引きずること何もないですもうあっさりしてますからはっきり言って、まあ、もちろんその野党統一候補にならないかという話に対して条件を出して、えー、それが、えー、叶わなかったという事実はあります消費税5%ですねもちろんれいわ新選組として出てそれを押してくれるかということで1回それが、えー、と NG だった。 で、じゃあもうそれぞれでってことになったんですけど、もう一度、えー、向こう側からアプローチがあったので、こっち側から出した条件が、消費税5%に下げるということを、次の衆議院選の約束にする、それを署名にするってことを言ったんですけど、党内手続きが間に合わないということだったんで、あじゃあもう無理だねってことで、あのー、それぞれがやることになりました。で、それ以上つ、なんかこう、引きずるものがないですよね。 こちらとしては、じゃあお互い頑張りましょうという以外はないわけでっていうことなんですかね、だから都知事選に関して何かしらを引きずってて今に至るかといったら全くないっていうことです。で、えっと、あと選挙区かぶってるところありますっていうことなんですけど、おそらくどこもかぶるでしょう、当然のことですね、これは。あの別会社が 1、えー、一議席を別会社同士が1議席を、えー、争う選挙ですからそう考えたら当然かぶって当然だろうとで私たち、令和新選組が前回選挙で、えー、参議院選挙で一番票を集めたところが渋谷なんですよ、渋谷区なんですよそれを考えるならば当然そこに立てないって何か理由ありますか7ですね、衆議院でいうところの7だったりとか東京7であったり、えー、東京5。 というのは、令和新選組の得票が高かった地域なんですね、東京の中で見ると。あえてそのトップ,トップ1からトップいくつに至るまでの地域に立てないっていう選択肢って普通あるかってったらないですよね、だから当然、たあの当然、立てていこうとするのはあの普通のことだと思います。で、そこに至って、おそらく調整みたいなことで話し合いが行われるんだろうと。 で一方で、その調整についてはどうしていくのかってことですけれども、とりあえず今のところ、その話し合いの打診とかっていうことは来ていないので、こちらとしては、着々と進めていく以外は方法がないってことですね。はい。今日発表された方の中にも、えーと、もっと早い時点、春の時点で発表できる方々だったりとかっていうのは、存在したわけです、まだ他にもいらっしゃいますけれども、けれども、コロナということで、一旦ちょっとそれ止まったんで、それを再開しただけのことですね。 もともと選挙区で立てるっていうことが決まってた人たちが大勢いらっしゃいますから、そう考えると、あのまあ、今回も選挙が近い可能性があるってことで、大急ぎでやっていくっていう方針ではあるってことですね。まあ野党共闘どうするんですかってことですけれども、やっぱりそこらへん、イニシアチブ取らなきゃいけないのは、野党第一党ではないですか、そのイニシアチブも取れない人たちは、政権なんか取れませんよね。ええ だからリーダーシップを発揮するっていうのはそちらの話ではないかなという,ふうに思います。であの消費税5%線引きっていう部分に関してこちらが引いてきた部分ですけれども、えー、先日、えーっと、消費税はゼロっていうようなことも含めて減税っていうのも選択肢の1つということのご発言もあったので逆に言えば消費税、えー、減税という部分での折り合いはつけられそうですね。 でもただ、一つあのどうなのかなと思っているのは選択肢の一つということですからその選択肢から外れる恐れもあるということですねそこら辺がちゃんと確定できれば私たちは話し合いには応じられるということだとは思いますただ、やはり時間が経てば経つほどあの下ろせなくなるというのは当然のことだと思います。はい 朝日新聞の小泉です。あの、先ほどあ今さ今ほどあのお話ありました。けれども、あの枝野代表の方からも消費減税について言及がありました。で、あの元々ですね。令和としては、消費税廃止、もしくはゼロということを多分掲げてらっしゃったと思うんですけれども、その共闘5%というラインをですね。変えていくっていうお考えはあるのかないのかっていうのが1点もう1点ですね。あの、山本代表の選挙区については、いつ頃の発表をされるおつもりでしょうか？ 見てお願いいしまますすありがとうございます、えっと、去年の参議院選挙が終わってから消費税5%に減税ということであるならば私たちは足並みを揃えるつもりがあると野党共闘っていうところでやっていきたいと思うただしそれが叶わないんだったら独自でやりますということはずっと言ってきたことです。でその一応合意合意意を何だろううな線引きした5%っていう ここを動かす気があるかどうかですか、前は5って言ったけど、もう廃止じゃないと無理だからねみたいなことは言いませんよ、それそれは言いません、はっきり言って、今の世の中見たら、消費税5%って、何を甘いこと言ってんねんって話だと思いますよ、はっきり言って。そんな経済状況ではない、人々を見れば、ゼロでもだめだってことですね、廃止ですよ、はっきり言って。ゼロってことはいつか復活するる可能性があるし その事務手続き税の事務手続きってことは0%まま残り続けますから、そう考えたとしたら、やっぱり廃止にするっていう道以外、本当はないはずです。でもまあ、そういうことを言ったとしても、前に5%で私たちは線引きをしたわけで、それを動かすつもりはないです、そんなひどいことを言いません、5%は5%で、ということでいいと思います。はい、他なんかかあったかなん あ私の選挙区、今言うわけないじゃないですか、わかりません、<laughs> 逆に言ったら、本当に10月の終わりに選挙あると思います、朝日新聞さんわかりました、そういうことです。 えとフリーのホットです、えー。一人で党を立ち上げるということは、とても大変なことです。で一人で党を立ち上げるということは、とても大変なことです。私尊敬してますは、はが、い、や、まあ、さんを知っているんですけれども、お金があるかどうかは知らないんですけれども、次の選挙、皆様方に対しては、山本さんの方からはっきり言って、 どれくらい援助なさるんですかそんな面白い話言うわけないじゃないですかでも、あのー、出すものは出そうと思ってますただしこれもやはりどれぐらいお金が集まったかっていうところからの逆算しかできないので供託金はまず準備するっていうところは私たちの役目だと思ってますでそれ以外に関してどれぐらいまで出せるかっていうのはあのー、それ今この時点では決められないというところですそれから現在のですね、えー 公認を終わった人たちに対して、まあこの前あの予選駅前のプラザ F で聞いたんですけども、大体月々の活動費が30から上限で80ぐらいということでよろしいでしょうか。30から80も出せないですよ。そうですか出せないです出せないです。そのもらってる人いるんですか。うん、ぜひ返金していただきたいっていう。<laughs> <laughs> 喜んで返金受け付けます。 ないです,ないですそれからですね、あこの前、あのえー、北島、えー、あ北村、えー、2区の外旋やってんとこ、ろいろいろと見たんですけども、まあ正直言って、えー、お金がかかっているような雰囲気はなかったんですけどね、えー、それにしても、えー、出したからといって、すぐお金があ、まあ少しはかかりますけども、大体、えー、選挙は、 金が買うということとは田谷さんなんなかよく知ってるわけです、まあ、とにかくどんどん出して自分のお金のできる範囲で顔を売らないと私は田舎さんよく知ってますけどね選挙区違いますから一票いれられませんけどその後ろの人たち全然知りません。ということは私が知らないということはもっとも他の人は知らないんですよ。ですからそのこの前のお話でですねあの選挙の日にちが決まってからボッと出すって言ったんだけどそれじゃあですね ちょっと遅いんですよねで10月25日は大体なくなりましたでもその,3その3週間後ぐらいがですね大体怪しいんですよね。であの学会の人たちともいろいろと話してますけどももう平和会館でのですね集会とか始まってるからとにかく選挙やれよっていうことをですね私高木洋介さんとかですね山口代表とかですね斎藤哲郎さんによく言っ,てき、ま、言ってんですよね。選挙がないと我々は飯が食えないと正直言って。 乱ですからね政策で飯食ってんじゃないんですよ、我々は。政局、乱で飯食ってんですよ。正直な話ね。私、嘘つくの嫌いですから。うん、ですから、山本さんもですね、候補者を出すのであれば、本当に一日も早く出して、金のかからない範囲でですね、金のかからない範囲でやるべきだと思います。うん、決まってからどっと出しても、われわれもですね、他にも取材に行かなきゃいけないし。 山本さんとばっかり毎日毎日付き合ってんじゃないですよね、ええ、昨日はですね昨日あの,のうちめったに会見とかやりませんけどね皆さんに向けて <laughs> あの昨日はお茶の水橋でいろいろと見せてもらいましたけどまだた…たまたまですかそれええ、違いますよやってるということを聞いてすぐ行ったんですよネットでサー,えットサーチしたんですねネットじゃないです他からです、うん、私ネット使えませんから、ええ、それたあの消費税はゼロという新しいのを出してましたよね廃止です廃止廃止廃止 それで40人ぐらい集まってまましたね、ま、だ要するにあの時間帯ではっきり言って凱旋して40人ぐらい集まるということはあなたはまだ利用価値があるということとそのとおり価値がある人なんですよ。うん、頑張ってください。ありがとうございます。<laughs> あのまあ昨日はお茶の水でやったんですけどね、まあ、流動的ですやはりねあのずっと聞いとける人いないんでだからあのなんだろう。 まあずっとしゃべり続けている間に質問をもらったりとかしながら泊まれる人は泊まって5分見れる人30秒見れる人30分聞ける人とかいろいろいますけれどもまあその間でちょっと足を止めていただいたのかなホッタさんにもありがとうございますもちろんお金があればえと候補者の皆さんにもなんだろうな分配しながら活動しやすいようにはしたいというのはありますけれども今出しているお金以上は出せないっていう,もうこれはしょうがないですね自分,自分たちの台所事情というのがありますから。 その中でもなんとか仲間を増やしていくためにどうしたらいいかっていうところだと思うんですけれども逆にあのホタさんのお友達で利息なしで貸してくれる友達とかいませんお,お金持ちで <laughs> なぜそれ返せなさそうだとか思ってるってことですか <laughs> ありがとうございますはい。あ、あの何でしょうか、えー、ご質問というよりかはまあ、質問も何点かいただきましたねありがとうございますそんな高額な活動費を渡せませんので、えー、ということです 他ございますか。すみません、毎日新聞の浜中です。えっと、あの野党の、あの、今合流の話が進んでいるところで、まあ、その。 まあ国民の方からは20人弱がいかないというような状況に、20人ぐらいがいかないという状況になってますけれども、その状況をまずどう見ておられるかというのと、あとまあその残った人たち、玉城新党とも言われてますけれども、のその国民民主党としてやっていくというようなことを考えを示されていますが、そことの連携の可能性についてはどういうふうに見ておられるかというのを教えていただけますか。ありがとうございます えっと候補者の方にもぜひ質問して <laughs> 質問してほしいなと思いながら答えますね、ありがとうございます。えっと国民民えー、し合流新党っていうところにはいかないっていう人たちがいて、そのうち、えっと、国民民主党、もともとの国民民主党で、えー、おそらく新国民民主党、なんて呼べばいいのか分かりませんが、そこに20人、約20名、でそれについてどう思うか。 ってことですけど、えっと他者のことはわかりません。申し訳ないですけど、えー、あのどうこ言う,うっていう立場にはございません。えっとその誰かどこに行ってってことに関してですね、おそらくそれぞれの考え方といいますか政治信条に合う、えー、政策が一致するとかっていうところとを、えー、一緒になっていくっていうのは普通のことだと思いますので、えー、まあそのうち全体が見えてくる状態になりますよね。ええー、でもう一つはそういった今野党の中でいろんなえー、っと なんだろうないろんな集まりが増えていくってことに関してそことの連携をどうしていくのかってことですけれども少なくとも私たちはその、えー、通貨発行権を持つ国が積極的にあの財政出動をしていくということを、えー、なんだろうな政策として進めていきたいというようなグループとはあのなんだろうな力を合わせていくっていうのは当然のことだと思います。私たちだけけででどうううにかかななるわけももくくおそそらら、えー、他のグループもそうでしょうから 1一人でも多く、えー、その積極財政、今、このコロナ不況からコロナ恐慌につながりかねないっていうような状況をなんとかブレーキかけるためには、そういうような意思を政治で決定できるような状況、少なくともその声が大きくなるような状況は、えー、作っていかなきゃならないとは思っています。 フランスの大井川と申します単純な質問なんですけども、比例ブロックは、えー、と全国、えー、全ブロックに立てるおつもりでしょうかありがとうございます。えー、とこれは今、はっきりと全部に立てるかどうかということに関してお答えはできないです。えー、とそうですね例えばですけれども、そこはおそらくいろんな問題が出てくると思います。えー、力を集中させるべきなのか とかですね参議院の状況から見れば、おそらく参議院のれいわ新選組でいただいた得票を衆,、えー、衆議院で落とし込んでみたら、それぞれのブロックで1議席が取れるっていう可能性があるところ、もうすでに1議席クリアしてました、参議院の時点でっていうところを考えると、おそらく東京と南関東、東京、南関東、近畿、あとあ、えー、東海ですね。 この4つの地域が1議席ってとこはクリアしてたんですけれどもあの時の状況がもう一度っていうのはなかなかハードルが低いと言いますかもう時は過ぎてますのでおそらくもっともっと目減りした段階からのスタートになるでしょうからそれを考えた上で戦略として、えー、東京で議席を重ねていくっていうことが本当はあの現実的だと思いますね。 えー、この首都圏に集中していくという戦略というのが本当は一番近いところだと思いますけれどもそうは言いながらもそれ以外の地域でも、えー、やはり、ひょうせるというような状況に私たちはしていくということも必要だろうとは思っていますなので今の時点で全国で比例で活動できるような状況を作っていくということを宣言したいところではありますけれどもまだ、えー、そこは宣言するところではないというふうに思っています。 NHK の米津と申しししまます。す。よろしくお願いいたしますあの立候補者の方がいる中で山本代表にご質問なんですけれどもすいません。自民党の総裁選とあと今あの合流新党、えー、立憲国民の合流新党の代表選の話題が出ていますがまずあのこの自民党の総裁選の,、えー、その選挙の方法ですとか選挙の方法自体に対してのお考え えっとまあ、フルスペックでやるべきだという話が、まあ、出ていたり、えっとまあ、自民党としてもまた新たに模索しているという状況にありますがこれどうお考えかということと、えー、あともう一点はその合流新党の代表選挙についてはあの今日枝野代表とあの国民民主党の泉政調会長がそれぞれあの立候補を表明されました。であのまあ、他者のことではありますが えーまあ、どなたが代表になるかというのは、れいわ新選組としてもかなりあの大きなことだと思います、今後の、まあ、消費税減税であの一致できるのかどうかとか、そういったことを踏まえてもあのかなり大きなところだと思うんですけれども、でこの合流新党の代表選挙については、枝野代表、まあ、優勢というふうに見られています。でえっと、一方あの泉政調会会長はは今日の、えー、記者会見で,です、ね、あの消費税はまあ次元的に あのゼロパーセントも含めてあのコロナが収束するまで凍結ということもおっしゃっていてこのあたりまあどのようにあの評価されているかということとあのまあ代表選選挙の行方まあどのように見守っているかお願いいたしますありがとうございますまあえっと他社の代表選ですからはっきり言っちゃうとそこに口挟むっていうのもなんなんですけどえっと若手 例えばですけど立憲の若手一緒にマレーシア行った方だったりとかそれ以外にもですねこれまで1年ぐらいの間ずっとあの執行部に対して消費税は減税ということを求めてきたというような経緯もございますのでなのでそういった生きのいい若手が代表選とかに挑んで代表になったりとかすると世間的にはかなり政治に対する見方だったりとか若年層っていう人たちが政治にあのなんだろうな注目をしやすいっていうか。 期待しやすいっていうような状況も生まれるのかなっていうふうに一位有権者として思います。で、えっと今え、枝野さんとえ泉さんですかが、えっと、離婚を表明されたっていうお話ですよね。<laughs> 失礼しました。で、えっと泉さんは消費税凍結っていうことですね、まあ、実質上のこれゼロになるってことですかね、凍結ってことは。であるならば、えっと 素晴らしいいんじゃないですかだって回答するって難しい話だと思いますよ、これ凍結したら。でもまあいろんな意見がある中であの合意形成していくためにはあのななんだろうなあのそれがしやすいようなやり取りっていうものが必要になってくるんだろうとは思いますけれどもだからあの消費税凍結であるとかあと、若手が言っているような消費税を5%以下にですね。<laughs> 0の人も乗れる、5の人もちょっと抵抗ある人にも乗りやすいっていうようなあのいろんな誘い方っていうのはあるんだなっていう,ふうに思いますけれども、まあ、どうですかね、まあ、先日、枝野さんも消費税を0%っていうのもあの選択肢の1つだってことをおっしゃってたので分かりますよね,でもね、代表選でそれがもっとはっきりするかもしれないし。 はっきりしないまま消費税のこと言わずに代表になられるってこともあるかもしれないし、なので、何とも言えないですね、そこはね。えー、ただ、本当に次の選挙において、その消費税っていう部分が、えー、減税っていう部分が見られないところに関しては、あの調整はもう効かない話になりますね、それね、そういったところに対しては。これは、あの特定の野党を指しているわけじゃないです。えー だからもちろん当然、消費税5%という今で考えれば、もう当然ゼロだろう、廃止だろうと言える中でも、消費税5%というような線引きを維持してますから、こちらは。そう考えたら、その消費税5ということも言えないような政党に関しては、もうこちらはあのそのまま候補者は、寄りする方向で立てていくしかないですね。ということだと思います。あの 代表選とととはああまり関係のないい話でですすけどそういうことですあと総裁選に関してですけど、まあ、うちも総裁選って言いますか代表選というものの,あの規定がないんですよねで先日あの総会において代表の任期っていうのを定めました、えー、そこから逆算すると先々あのその代表選的なものを行うということなんですけれどもええー まあそんな歴史の浅いと言いますかひよっこみたいな政党でまあ私たち自体がそのようなシステムをまだ確立していない中で他党に言うのは何なんですけれどもまあ老舗って言われるところでまあこういうようなショートカットっていうこともできるんだなということですがこれ初めてですかフルスペックでやらないの過去にもあったあったんですか前例があるんか大好きですもんね前例がこの世界は <laughs>。 初めてのことだったらもっと非難あったかもしれませんけどね、はい、でもまあ,あの、菅総理の誕生ってことで、これは本当に一重にマスコミの皆さんのご尽力だなというふうに私は思いますね、特にテレビですね、はい。だって6月に取った調査ともう逆転しちゃったぐらいですから、逆転する要素は特になかったですよね、やっぱりどれだけ取り上げられたか、どれだけいいふうに取り上げられるかっていうことが非常にあの左右するんだなっていう、この国のテレビにおける洗脳ってものの深さを改めて認識させられる出来事だと。 えー、いうふうに思います。菅総理誕生ってことに関してですね。すみません、共同通信社の川村と申します。あの、えー、立候補予定の三人の方にお伺いしたいのですが、えー、あのまあ選挙ですのでお名前の正式な表記ですとか生年月日それから。 現在の肩書きですとか過去の経歴などもう少しプロフィールを教えていただけますでしょうかそれ、後ほどの方がいいですかね、どうでしょう、それ、後ほどやりとり、あそうですか、すみません、はい、いつ配布した、いつ持ち込んだ、紙、最初からあった、分かりました。 解決したようです他の方はいかがでしょうお答えいたしました